秋山正夫は、山梨県甲府市出身の日本の元バドミントン選手。主に1960年代から1970年代に活躍。甲府商業高等学校でバドミントンをはじめ、3年生の1961年、インターハイ男子シングルで優勝。中央大学に進学後、4年生の時インカレで優勝。また在学中に全日本総合でも初優勝を遂げる。 大学卒業後米山ラケットに就職し2年ほど在籍。退社後は山梨県に戻り家業を継ぎ、以降トーナメント表やリザルトの所属欄は秋山神店の表記でエントリー。社会人としても全日本総合シングル、ダブルスもに優勝経験がある。1966年全英オープンにシングル初出場で日本人初の決勝進出、準優勝を果たす。 主なダブルスのパートナーは、中央大学、米山ラケットでもチームメイトだった一学年後輩に、当たる小島一平。現役引退後、山梨県バドミントン協会会長、また実業家として、甲府式ロータリークラブ創立時、初代の幹事を務める。2003年2月25日地元の山梨で、急性心不全により死去。2010年伝授健一が、 全英オープンで準優勝するまで44年の間、決勝まで勝ち残った日本人は海無であった。主な成績は以下の通り。ありがとうございます。